コロナウイルス、緊急事態宣言、何なんだっけ の日ですよね。今日明日、営業を停止してくださいの、お触れが出ている。そんなさなか、ジャン君とポンちゃんは今朝からずっと仲がいい状態ですね。はい。これは禁止されてないので、いいですよ。はい、どうぞ。はい、仲良し。ここに手を置いてね。手を置いて。こんな感じね。緊急事態宣言の、自粛要請の日の、今日は土曜日ですね。これは渋谷のスクランブル交差点の、生配信というか、なんだっけ、定点カメラのやつですね。人はいますけど、土曜日でこの数は渋谷ではありえない数でしたよね。まあ、むしろ、なんだっけ、映画とかで、人がいないって言ってるようなものに近いかな。はい。昨日の段階でも、2週間前の、状況が今の現実になっているということなんですけれども、感染者は増え続けてはいますね。ただ、この1週間ぐらいは、来週、結果が出るということで、そこでガクンと落ちてきたらですね、まあ、国の方で言っている、作戦成功ということなんですけども、さあ、どうでしょうかね。うちは本当に家を出ていません。このまま行くと、コロナ太り、あ、もうしてます。完璧にコロナ太りしてます。でもこれ自慢してもいいぐらいでね。ポンちゃん、
たピンと外れたね。うん、見せたか。おかしいね。ジャン君にはピントが合うな。じゃじゃじゃーん。はい、どうもありがとうございました。またいただいてしまいました。これあれだね、オリンピックのだね。やった、2020 2020こっち開けちゃっていいかな。スルッと出た。手伸ばしたからにする。そうだね、開けちゃうの、はい、開けちゃうの。じゃあ出してください。鈴カステラ、あ、はい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 、この間もあったけど、うん、ちょっと違うやつね、鈴、はい、あの味が違いそう、色が抹茶味、抹茶味だね、うん、それとこれは何だろう、あ、ファイルだ、ファイル、ファイルを、なんていうの、書類を入れるやつ、立派なファイルだね。なん、開けてみないとちょっとわからないな。こういうやつ、どれ、あー、はあ、はあ、はい、なるほど、これは多分そのまま入っている感じです。うん、黒剣のものを整理できるやつね。はい、苦手です。そして、これは温州みかんって呼ぶんでしょうか。はい、この間、はい、踏んでください。はい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 、なぜか思ってすぐ来るね、もうポンちゃんって早い。はい、はい、そして次々いきます。あ、マスクだよ。マスク、久しぶりにマスク見ました。大丈夫かな。ね、多分ね、東京とか、神奈川とかは売ってないけど、結構ありますよっていうのは聞いていたんだよね。なのでおそらくは見つけてくれたんだと思います。うちの近所のスーパーにはまだありません。ない、ね、うん、はい、ありがとうございます。それからポケクリンハンドジェル、あ、これをスティック状のやつを持ってて、あ、そんなのあんだ、アルコール洗浄タイプ、あ、じゃあ、どこででもできるんだね、これはいいね。この間ちっちゃい瓶でもらったやつ、私バッグに入れて、はいはい、イオンに行くときとかや持って行ってるんだけど、もっと携帯タイプってことだね。そうだね、うん、はい、ありがとうございます。これぜひ使います。ありがとうございます。そしてこれはなんて読むんだろう、まあ手ぬぐいだと思うんだけど、モヘジ、モヘジ、モヘジってあの手ぬぐい屋さん、はいはいはい、あの原宿のさ、あの、うん、合唱団の裏にさ、はいはい、あるじゃん、あれもモヘジだ、モヘ、手ぬぐい屋さん、あれ多分あそこそうだと思う。なるほど、なんか美術館の下になるところの、はい、あ、チェブちゃんだ。チェブラーシカの袋、ラッピングバッグ袋、うんうん、はい、かわいいやつバッグになってね。うん、ありがとうございます。うちの近所には全然ないよ、セブちゃん。そしてウェットティッシュ取りまーす。はい、ワンちゃん。そしてまたこういうのもまだいっぱい入ってる、はい、なんかこんなにいっぱい持って。はい、これはあれ、あ、ラジオ、防災用の関係かな。うん、クロック&ライト&ラジオ、なんか設定が面倒なのでライトとして使用してくださいって書いてあるけど、そう、なんかいろんなものがついてるみたい。この右側のやつがね、よくなんかね、温度、東京、あ、時間を東京時間とか合わせんだ、世界時間対応時計とか書いてある。あとラジオにもなるってこと。ラジオはちょっとわからなかった。違うかな、そういうのってラジオもできたりしない。ラジオっていうのは、これはね、東京時間とかインド時間とか、ラジオは風評、
被害でした、被害じゃないや、うん、デマでした。なんかねラジオちっちゃいこれにねポケットラジオって書いてあったから、あの品物のところに品名、あ他にまだあるのかもしれないけど、そうこのポンちゃんが乗ってるやつとかそうかな、あこれは あとここにもこれもはい、はい、あとこれねまずこれね何キュキュッとすぐ洗えないときかけておくだけ、うん、あまずこれでシュシュってやっとくときれいになるってことね、あなんか最近強力分解、食器用プレ洗剤、抗菌、なんかテレビでねコマーシャルで見たかもしれない、これなのかどうかわかんないけど、はい、すぐに洗えないときにかけておくと、うんうん、それでちょっと経っても洗えが増殖しないよとかそういうことだね、抗菌除菌系ありがとうございます、ありがとうございます、こういう時期なのでね大変ありがたいです、うん、もしうちにたくさん集まっちゃって、どなたかが必要な時には人にもあげたいと思いますんでね、うん、はい、そしてポンちゃんさんが乗っているんですけど、はい、ちょっとポンちゃんこれ出すよ、ポンちゃんごめんね、他のあげるから、他の他、ポンちゃんポンちゃんポンちゃんいいの、はいはい、これが、あ、それか、風評被害のもとでした風評被害って何ですか、ポケットラジオどうもありがとうございます、だんだんうち、あ、そういえばさ湘南 FM があって言ったあれか、そうだね、ラジオ聞ける、そういえばうちってラジオないんだよねっていう話をしました、確かに生配信でもあるんですよ、どっかに、まあ、あのね、うん、ちっちゃいやつが赤くてちっちゃいやつ、ね、そうそうそう、あれ鳴るかどうかももうチェックしてない、なんか何年も聞いてないから、ね、どっかにまとめてあるかもしれないぐらいな感じ、はい、そして最後の最後にこれはなんかすごいものっぽいよ、なんだろう、あのバッグだね、携帯とか、うん、あのパソコン系の、あそういうの入れておくよってこと、うん、ここはスマホ、ここはマウス、ここは電源になってますね、なんか入ってるよ、これ以外はパッとして使ったらいいかな、あ、ちゃんと全部開く、ガンって、はいはいはい、スマホが入って、マウスまで入れられます、電源が入って、ここに、あ、ここには iPad とか、うん、ウーララーって書いてあるけど、このそれはじゃあ黒岩さんがお出かけするときに持ってやるけどね、そういうことですね、ね、そしてこれはこのウーララーは、うん、これレターセットじゃん、あのパックか、ね、ジッパーのついた、うん、かわいいやつだね、ジッパー付きの、そしてこの猫が手で持っている袋に入っているものが、へへ、かわいいよね、この袋いつも、コンパクトになる二血パンチ、あ、あ、要するにカチャンってやるやつだが折りたたみになってんだ、ピョコって開けんだ、そんな、へえ、これそんなコンパクトなもの、これを、うん、多分持ち運べるってこと、そういうことだね、すごい不思議、はい、なんか珍しいものたくさん集まってきています、うん、そしてこれは付箋、富士山付箋、はい、付箋、そしてそして、あ、それお手紙かも、はい、手紙はじゃあちゃんと読みますね、んこれはだ、先日のヘッドホンの説明書になりますね、Bluetooth を使うということが分かりました、そして、MPEG-3 を使ったりとか、ラジオも聞けるみたいになってるんですが、その操作方法ありがとうございます、マニュアルをコピーして届けてくれました、そしてポンちゃんが乗ります、はい、おかえりポンちゃん、持って iPhone、 どういうことでございましょうや、
どういうことでございましょうか。iPhone5 なんとかかな、この iPhone5S ってかは、うん、SIM フリー版です。電話として利用する場合は SIM カードを契約する必要があります。中古品 A ランクです。使って iPhone 体験してください。こんなものもらっていいの？え、どういうこと、どういうこと？ iPhone を使ってみてほしいって書いてあった、うん、なるほど、はあ、はい。もうありがとうって言っとくしかないのかな。だんだんいただくのは大変ありがたいんですけれども、生活に響くようなことのないようにお願いしますね。ありがとう。あ、 PS で iPhone5 を電話として使わない場合は、うん、iPad の代わりになり楽しめます。はいはいはい、電話で使う場合は SIM カードを契約、アプリを使ってみたりとかっていうことをできるよっていうことなんですが、うん、なんかちょっと、身に余るものっていう感じですね。はいはい、びっくりです。びっくりびっくり。カステラさんと、はい、数々のものを、いただき、あ、まだあった、ちゃんくんとぽんちゃんのおやつだと思うよ。はい、ちゃんくんとぽん、違うのも入ってた。あ、これこの間もらったの、ライトだ、ね、もう一個ペンライト、あ、にゃんこ用レーザーポインター、遊んでみてください。あ、はいはいはい、にゃんこ用なんだ。はいはい、遊ぶかな、遊ぶかな、遊ぶかな。お魚の形とかが見えるやつかな。で、これペタペタペタ、ポンちゃんが遊んでくれるといいな。ちゃんくんはね、うん、あ、でこれストッパーがついてる。これ取らないとダメってこと？よいしょ。で、つくのかな？あ、ついた。あ、ずっと押していくとつくんだ。目に当てないようにね。あ、今明るいから見えないのかな？そうだね。こんな感じです。ちょっと近いとないと、はい、暗くなったらできるかな。この辺とかに当ててみるといいかも。こっちの方がギザギザ、うん、多分お魚の形とかなんだと思うな、うんうんうん、ポンちゃん遊ぶ？夜とかにやったら遊ぶかな。そのうち。はい、で、次は、はい、次はあとはポンちゃん、やっと出てきたね。あ、ポンちゃん、やっとね、はい、また旅玉、また旅玉。あ、味が違うのかな、違う、ささみ味とかなんだ。ささみ味のまたたびと、はい、かつお味のまたたびだって。贅沢やね、すごいね。またたびで味が違うの初めて見た。あ、ポンちゃんモンプチよかったね、はい、ポンちゃんカリカリ好きなのね。あの、おやつカリカリ好きだよね、ポンちゃんね。ポンちゃん、あ、あとささみ、ささみそうめん、ほそうめんですって。ポンちゃんささみのチュールとか好きだから好きかもしれないね、はい、なんかちょっとチーカマみたいな感じですね。あ、そうだね、美味しそうだね、ポンちゃん。え、こっちにも興味がある。あ、はい、これはマオイママ用です。あ、なんだろう、クジラ、なんかね、プニュプニュしてるよ、プニュプニュ、ほら、プニュプニュ。手前でやってくれ。あ、そっか。小鳥さん、ぽってり柔らか小鳥さんっていうやつ。開けないとわからないので開けてもらいますか。あ、ふにゃふにゃっていうか、ふわふわっていうか、これは気持ちいい系です。雪見大福、雪見大福が鳥の形をしてる感じです。うん、うん、気持ちいい。はい、青い鳥、ルリ色ってやつかな。これまさか加えて飛ばさないだろうな。いや、それ最近青い鳥飛ばすんですけど。あ、あの鳥さんね、うんうん、はい、そして
これは、これは何だろう、鳥、ラッコかな、猫さんじゃない、猫さんのキーホルダー、ブラーンってされてる、はい、ちょっと下です、首、あ、そっか、首を持たれてブラーンってしてる感じはい、ということで、またたくさんいただいちゃいましたが、ね、大変ありがとうございます。はい、ポンちゃんがありがとにゃーんと箱に入ってます、申しております。そしてせーの、よく映る、ありがとう、あ、こう、こうだ、こんな感じでした、はい、どうもありがとうございました。もうそろそろあと4分ぐらい経つとですね、クロケンさんも多分出演しているであろう、ショー、レディオ湘南というところ、FM83.1 っていうところの、放送に、オープンマイクで、歌っているところが出るようです。これで我が家でインターネットを使って聞いています。 FM ラジオあんまなかった、さっきもらったんだけどね、ということでジャン君とポンちゃんはここでお休み中。